はい、こんにちは、レトスのおノです。4月10日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。個別指導が明日になると値上げとなってしまうんですね。今日の夜の24時までは今の割引価格なんですけども、明日になりますと値上げとなりますので、その点ご注意いただければと思います。まだ今からであれば試験日まで半年ありますんで、十分今からでも勉強の仕方さえ間違えなければ合格すること可能です。 これまで勉強してきたけれども、あまり実力上がっていないな、理解できていないな、このままで大丈夫かなって不安な方は、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っときますので、そちらからご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。A が B に土地を売却し、代金支払い期日を定めたときは、A の代金請求権の消滅事項は、その期日から進行する丸かツかという問題です。 この問題考えたい方は動画を一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。支払いの期限を定めていることから代金請求権は確定期限付きの債権となります。この確定期限付きの債権では期限が到来した時から消滅事項が進行するんですね。代金の支払い期日を定めた。これが確定期限です。 確定期限がついた債権ですよね。請求権っていうのは債権なので。で、これは、この期日の日から消滅事項が進行するということです。だから丸だということですね。で、消滅事項の起算点と、履行地帯の起算点。この違いってわかりますでしょうかこれが試験のポイントです。 この消滅事項の起算点と理工地帯の起算点の違い、これについてはですね、別途動画がございます。右上のところにリンクを貼っておきます。またですね、あの、下の概要欄の方にも URL 貼っておきますので、そちらの方からご確認いただければと思います。基本が分かれば解けるようになります。ただ、その基本を理解していない方が多すぎるんですね。だからどれだけ勉強しても落ちてしまいます。なので、基本を理解したい方はぜひ、個別指導をご検討ください。 基本を理解することで、勉強した分だけ実力がつきます。無駄な勉強もしなくて済みますので、ぜひですね、しっかり基本を理解していきましょう。で、続いて問い2です。取引の相手方が、宅地建物取引業者であり、重要事項の説明は不要である旨を伝えられた場合、媒介業者は、重要事項説明書を交付すれば、説明する必要はない。丸か罰かという問題ですね。 で、答えは丸です。相手方が、宅建業者の場合、えー、重要事項説明、省略することができます。これは、重要事項の説明を省略することができるのであって、35条書面の交付、これは省略できません。つまり、35条書面だけ、飼、えー、い主の宅建業者とか、借り主の宅建業者に渡しておけば、重要事項説明まではしなくてもいいですよ、という問題ですね。 なので、媒介業者は、重要事項説明書、35条書面を交付すれば、重要事項の説明をする必要はない。これは、丸になります。で、問い3ですね。県が道路の用地とするために、農地を取得する場合、5条許可が必要である、丸かツかという問題です。え答えは、5条許可は不要なので、誤りですね。国または都道府県等が、道路、 農業用、洋排水施設等のために、権利を取得する場合、まあ農地の権利ですね、を取得する場合は、5条許可え、不要になってきます。したがって、本問は許可不要だから誤りだということですね。そして、はじめにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまであと数時間となりました。 今日の夜の24時までは今の割引価格なんですけども明日になりますと値上げとなりますのでその点ご注意いただければと思いますまだ今からであれば試験日まで半年ありますんで十分今からでも勉強の仕方さえ間違えなければ合格すること可能ですこれまで勉強してきたけれどもあまり実力上がっていないな理解できていないなこのままで大丈夫かなって不安な方はぜひ個別指導ご検討ください 個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでそちらからご確認いただければと思います。あなたの事故をお待ちしております。レトスの小野でした。